10、11、12、13、14、15、16、17、18じゃない。18だよこれ。13。じゃあ白と赤どっちがたくさんあるでしょうか。赤。座らせてこの人。なんかおかしい今日。赤。どっち？赤。どっちがたくさんある？赤。赤はいくつある？18。じゃあ白は？トイレか。12。何？11。11これ。12。じゃあ数えてみるよ。3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12だ。本当だ。赤のたくさんあるね。そうしたら、こうしたらどちらがたくさんあるでしょうか。はい、青はいくつ？13。白はいくつ？12。11。11じゃないでしょこれ。12か。本当にこれ12かな。数えてみるよ。3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。みんな早いね、数えるのが。じゃあ白と青どっちがたくさんありますか？青。青はいくつ？15。もう数えた。形に似てる。あ、僕の形が？違う、マスの形。なんか違う、髪色。違う、たまたま。そんなことは言わないでよ。なんかこう白がだんだん増えてきたんだ。じゃあ黄色と青どっちがたくさんありますか？青。もう分かった？黄色いくつ？14。これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10じゃない。それじゃあ黄色だからどちらにたくさんありますか？16。だからどっちがたくさんある？赤。赤いくつ？16。あのね、鈴木さんね、数えるのものすごい早い。僕も早い。山崎も早い。見ただけでね、16って。僕これ見よう、ここすごいことだと思う。形で見えるから分かったよ。ん？形に似てるから。形なの？これ丸だよ、点だよ。じゃあいくよ。3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。本当に16だ。ほう、大したもんだな。それじゃあいきますよ。7より大きい数は3、9、6のうちどれですか？10。そうか、いかてが連続するか。1、2、3。で、はいって声出しちゃうの。ブワッ、はい、1、2、3。はい、そうだ。山内君はね、鋭い目つきしてる。相手をしっかり睨んでてあげること。いいことだな。1、2、3。はい、そうだ。鈴木さん、かっこいい。あの、指しゃべりたかったらしゃべってていいよ。かっこいい。1、2、3。はい、よし。じゃあ聞きます。7より大きい方はどうですか、教えてください。はい、手上がってないじゃない。コーダ君。9。オッケー。7で小さいのはどれですか？はい。徳松さん。3。だけじゃない。もう一つある。え？6。オッケー。7で大きいのはどれですか？教えてください。はい。ある？山内君。7大きいのは？7は一緒だもん、同じだもん。最初からさ、ないんだ。ない。なんか7小さいのはどうですか、教えてくれた。はい。菅原さん。6だけじゃない。5。 OK。 7より大きいのはどうですか、教えてくれた。はい。和田さん。9だけじゃない。8。 OK。 7より小さいのはどうですか、教えてくれた。はい。鈴木さん。5。 OK。 7より大きいのはどうですか、教えてくれた。はい。7の大前島くん。12だけじゃない。10。まあ、和田さん、いろんなこと言っちゃダメ。そこで僕は大きい数の方へ進みたいと思います。分かれ道へ行きました。1と2どっち行った方がいいでしょうか？2行くね。テクテクテク。また分かれ道で3と4どっち行ったらいい？赤へ行きました。こういう問題なの。大きいの数の方へ行くんだよ。いいね。さあ、お尻かゆいの？漏らしちゃった。うんち？僕ね、うんちついてるの、お尻に。だからお尻かゆいね。早く。今個人的な話をしてんのよ。
いいね。男の子がいます。大きい数の方行くんだよ。そうすると赤、青、黄、緑、どこ行くでしょう。見て考えるんだぞ。どこだ、みんなどこだと思う。黄色。黄色出ました。黄色。他に、他に7。黄色行く。じゃあ行くよ。てんてんてん、どっち行く。4と3どっち行く。4。またてんてんてん、どっち行く。5。てんてんてん、黄色でした。鈴木さん早い。あんたお金持ちになるぞ。早いよ。そうか。じゃあ今度この問題どこ行くでしょう。青。青。緑。緑、青。意見が分かりましたね。緑。緑。緑。じゃあ行くよ。てんてんてん、9行くでしょ。9。9。それがてんてんてん、どっち行く。7。緑でした。よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ。よし。じゃあ次行くぞ。さあこれ。さあ僕がいます。どこ行くでしょうね、これ。よーく。青。なに？なに？赤。赤。じゃあ行くよ。てんてんてん。10、15。てんてんてん。青。青が正解でした。よっしゃ。じゃあ問題。まあ、まあ、昨日の日本はなんかオンゴールで2点も取れちゃった。もしくは全然。5と7の真ん中にある数ですけど、これ何だ？なに？おー、じゃあ今度は第2問。いいですね。10と20の真ん中にある数。9じゃないよ。10と20の真ん中だもん。19。え、19じゃない。真ん中だもん。真ん中。12じゃない。11じゃこっちの方だもん。10と20のちょうど真ん中にあるんだよな。15。何？15。前島くんが15言いましたね。手叩いてあげてください。じゃあその次、0と20の真ん中にある数。 1なんてこんなとこだもん。真ん中だぞ。0と20だぞ。4。もっと大きいぞ。25。なんで0と20の間だぞ。真ん中。もっと大きいんじゃないの。真ん中だぞ。8。もっと大きいぞ。8。もっと大きいぞ。9。言うよ。何ぞ。10だぞ。なんで全部言ったら分かっちゃうじゃない、なんた。じゃあこれ、0と100の間、100。100だぞ。109? なるか、まあ、100万もないよ。99も行かないもん。0、何 ?1000 も行くわけない。1000だってはるか向こう行っちゃうもん。0と100だぞ。何 ?50! またマジックパークあんた筆で叩いたんですよ。よーし、これはどうだ。5と4、2と1。ねえ、さあ、3、あ、見ちゃった。ここにある数は、5と4よりは小さいけども、2と1よりも大きいです。ここも何でしょう。大きい。何？もう見ちゃったね。3だね。ここにある数は、9、10、8よりも小さいけども、4、6、5よりは大きいです。じゃあ何でしょう。7。正解。ここにある数はここにある数よりも小さいけども、ここにある数よりも大きいです。12、11、13、13、10。あるもん。何？9。正解。よっしゃ。よし、はい、当てろよ。ここにある数は18、17、19、20、16ぐらい小さいけども、12、13、14、15、16ぐらい大きいです。何でしょう。12はあるもん。15。もう見ちゃったな。そこで大きい数チャンピオンです。いいね。大きい数チャンピオン。僕は大きい数知ってるよ。10。見てごらん。10。10。もっともっと大きくなるよ。100。100。1000。そこで聞きます。皆さんが知ってる数の中で一番大きな数は何ですか。100。100万。オークション欲しいぞ。100。もっと大きい数。1000万が出ました。1000万。119。もう1000万すごいよ。1000万。他にもっと大きい数。5000。え、5000。5000だから1000万の大きいよ。他に5万。え、何、もっと大きい数。1000万よ。もっと大きい。1000万、1000万、え？ 100 千万っていう数はね、言い方ないですね。1000。もっと大きい数。マイル。